ゴミ処理問題が難航している小金井市の市議会で、今日、ゴミ処理施設に関する特別委員会が開かれました。委員からは、市が国分寺市との共同処理計画を事実上断念したことについて質問が相次ぎました。小金井市では、二枚橋焼却場が廃止された2007年度以降、可燃ゴミの処理を周辺の自治体などに委託する状態が続いています。国分寺市との共同処理計画をめぐっては、今年2月、新施設の建設場所に決まっていた二枚橋跡地の分割地を、調布市が独自に活用する考えを示したことにより、計画を断念せざるを得ない状況になりました。今日開かれた委員会では、二枚橋での共同処理ができず、市内に他の候補地がないことを国分寺市に正式に伝えるべき、小金井市民にも経過を説明する必要があるといった指摘が相次ぎました。これに対し市側は、国分寺市に計画を断念したことは伝えているとして、解決に向けた話し合いを進めていることを明らかにしました。一方、稲葉市長は、二枚橋で行けるという私の判断が甘かったと陳謝しました。